三成、お前さんの最近の働き目覚ましいの。わしゃ嬉しいわ。そろそろ大きな領地をやらんとの。どうじゃ、欲しい国はあるか。恐れながら領地はいりません。願わくは秀吉様のおそばで政務を執り行いたく、領地は前線で常に体を張っている清正や正則にお与えください。欲のないやっちゃの。私を厄介払いなさろうとしても無駄です。これからも小言はきっちり言わせてもらいます。おねね様からも頼まれております。九州で浮気をしていないか監視をしてくれと。三成、出陣じゃ。島津倒して九州統一するで。秀吉は小牧長久手の戦いで家康を撃破。だが三成の胸には家康の底知れぬ強さが鮮烈に残った。秀吉も三成と同じ考えだった。勝者にもかかわらず和睦を提案、家康を傘下に取り込む。脅威を除いた秀吉は本格的に天下統一事業を推進。四国制圧後、朝廷より豊臣姓を賜り、豊臣秀吉と名乗る。天下人秀吉は次の狙いを九州の島津家に定めた。三成もまた勇んで九州征伐に同行する。豊臣の世を作るため三成はただ前を見ていた。それが小さな亀裂を生んでいたとは知らずに。理想の将、九州征伐。俺の志、バカには分からん。お買い得品、毎度あり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 がとうございます。支えましょう。立花山城近くまで攻め込んどる。全軍直ちに出撃。一刻も早く立花山城を救援するんじゃ。城運軍が稼いだ時を無駄にしてはならん。豊臣の
歓迎の準備ができておらんだ。すまん、もう負けられんぜ。考える。手加減なしだ。ずいぶん飛躍するんですね。あんたが心配すべきはもっと身近なとこだ。よくぞ。はいはいと。務めを果たした。さらに励め。しますよ。あの男に、橘の城の一族に踏みにじられた。ああ、だがまだ生きている者もいる。彼らを助ける。分かっている、分かっている。またやり直せるぞ、橘。この程度の戦果、誇れる気がせんな。これは軍略も、出っ越も担当だ。奪い返すぞ。
成はわしの誇りじゃ。兵長、討ち取りましたよ。なるほど、男が惚れる男だな。間に合ったわ。立花豊臣の将兵たち、ようやってくれた。今度はこっちの番じゃ。岩屋城にこもる島津軍を一掃したら。豊臣全軍、攻勢に移れ。岩屋城の島津軍を一掃せよ。流れは豊臣の方だ。まずは負け。明け戦をひっくり返すのが始末の妙。家久、年久、出るぞ。天下人を気取る猿に一泡かしてくれ。開門。始末に総攻撃をかけてきよった。こりゃ本陣の守りを勝つためのほうが先じゃ。かたじけない。私の身を案じてください。勇士の咲く花を注意して。諦めない。この身果てるまで。
清正は九州に、政成は四国に行け。秀吉様にそう仰しておいた。そのうち沙汰が出るだろう。これで家康に対抗できる力を持てるはず。頭で勝て！てめえはいつもそうだ！なんで勝手に決め上がる！なんでいつも一人や！三成、なぜ俺たちを秀吉様から引き剥がし地方に追いやった？俺たちのことがそんなに信じられねえのか？俺たちになんで一言言わねえんだ！なんで？三成、俺たちは結束しなければならん。皆で歩調を合わせねば豊臣の家は支えられん。もちろん家康殿とも。俺は家康とは組まぬ。家康と組むぐらいなら一人で秀吉様を支えてみせる。分かった。三成、俺たちは俺たちが思うやり方で豊臣の家を守る。お前がもしその邪魔をするのであれば俺たちにも考えがある。だよ。